どうも、ビタです。パーサーがやっていきたいと思います。はい、本日は、皆様、待ちに待ったエリアの騎士コラボ、やってまいりました。そしてね、新シナリオとして、江ノ島高校編がやってまいります。目指すは世界。鼓動と共に駆け抜けろ。楽しいサッカーをモットーに、世界を目指す江ノ島高校 FC。ここに所属すると、ある選手を探して、二人の中学生が見学に来たところから、彼らの伝説が幕を開けるということで、まあ、セブンとカケルがね、荒木さんを、誘いに来るという、まあ、シナリオ通りですね。まあ、忠実に再現されているのかなと思っております。で、シナリオね、高校内容は、若干フルドライブ発動っていう形で何かが発動するね、絵だけ載ってるので、まあ、全然ね、内容はわからないんですけども、期待してもいいのかなと。自分は思っております。で。まあ、コラボの、シナリオの出る日にちなんですけども、予測としまして、まあ、ログインボーナスが4月25日の、2時59分までですので、まあ、4月の25日、25日にメンテナンスがあって、その時に来るのかな？どうだろう？ 24 日に来るのかな？っていう感じだと思います。はい。まあ、とりあえずね、待っておこうかなと。まあ、来週です。24か25には来るはずなので、はい。皆様、待っておきましょう。まあね、これエリアの騎士、好きな人多分、多いと思います。去年ね、かける、セブン、そして荒木さんだけね、先に先行実装して、その時ね、結構盛り上がったんですよ。やっぱその時パワーサーがそこまで盛り上がってなかったんですけども、エリアの騎士が来たって言って、戻ってきた人も結構いましたし、新規の方もいっぱいいました。まあ、このね、高校でもっともっとパーサカが盛り上がってくれると自分的には嬉しいです。そして、まあ、新シナリオが来るということで、一応上の画面でね、パワー隊のキャラが、まあ今出てるもの以外に5体います。5体いるので、まあとりあえず5体は出るんでしょうね。そして、どういう感じで出るのかな？とりあえず4体ぐらいガチャできて、1体ライベとか。そういう形ならばライベがすごい皆さん走るのかなと思ったりもするんですけど。まあ、どうでしょうね。期待して待っておきましょう。まあ、新高校が来たということで、多分サクチャレもやるだろうなと思っております。まあ、そのね、配信も、自分は頑張って動画作っていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい。本日はね、この、広告動画とさせていただきました。もしね、こちらの動画見ていて、パワサが離れていたよっていう方、いましたら、戻ってくる時期かもしれません。カムバックしていきましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。